日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、今日撮影してるのは2021年12月31日はい、つまり大晦日です。本当2021年も今年じゃなくて今年じゃないわ、今日で終わりですよ。本当に年々月日が経つのが早く感じます。でも1年の締めくくりはやっぱりこれを食べないとね。というわけで本日はこちらにあるちょっと待って、ね、こちらに用意したローソンとセブンイレブンのお蕎麦5種類を年越しそばとして食べたいと思います。いや何年分年越すんだよって突っ込まれそうですけど、なんかエビ天そばそれぞれがだってかき揚げのそばがローソンで2種類セブンで1種類ありますね。で以上の質問あります。でこの動画を見てくださっている方はあれファミリーマートはどうしたの、いつも食べてるのにと思われるかもしれませんが、ファミリーマートのそばはTikTok の方に上げてますので、今回はセブンイレブンとローソンのお蕎麦をやって食べていきたいと思います。では早速準備していきますね。結構時間かかりそうなのでテキパキいきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずはセブンのかき揚げそばから。もう全部揃うのを待ってると絶対伸びるのでもうガンガン食べていきますね。それでは、はい、続きましてはセブンのエビ天そば。エビも美味しそうだな。ではいただきます。はい、続いてはローソンのかき揚げそばです。セブンの方はお汁、お出汁とそばとお酒、じゃないな、もう何か言ってんだ、お出汁とそば具材がバラバラになってますけど、こちらは初めから入ってるんですね。だからこぼす不安はないんだけど、その分ちょっと染み込んじゃうのかな。ではいただきます。はい、続きましてはローソンのエビ天そば。エビ天の本数は少ないけど、どんな味はどうなのかな。ではいただきます。はい、ラストはローソンのエビ入りかき揚げそば。なんかどこかのお店が監修したみたいですね。どこだったかな、あ、下に書いてあ、見たら書いてた、半田松屋さんというところが監修しているようですね。どんなお店なんだろう神田松屋さん、後で調べてみますね。ではいただきます。まずセブンイレブンのお蕎麦はどちらももっちりとした弾力のある麺にさっぱりとした薄味のおつゆが絡んでいました。その上でそれぞれの天ぷらの味の違いが出ていたんですが、エビ天の方がより味が強く感じられたのでこちらの方が美味しかったですね。なのでセブンイレブンのお蕎麦はエビ天を代表として4点とさせていただきます。でローソンで方から食べた、ちょっと待ってください。の2種類のこちらとこのこちらじゃない、この野菜かき揚げとお店の監修かき揚げ、そしてエビ天。ローソンのお蕎麦はセブンに比べるとそばの弾力は同じぐらいなのですが、出汁がちょっと濃い味でしたね。なので薄味が好きな、あなたならセブンイレブン、濃い味が好きなのであればローソンと行くのはいいと思います。その上でこちらもやはりこの2種につきましてはそれぞれの素材の味があったのですが、やっぱり監修してるというだけのことはあるのか、この天ぷら神田松屋監修天ぷらそばだけは別格でした。エビの食感もなんかエビフライのような長いエビではなく、いわゆるこういう丸くなったエビなんですけど、しっかりと感じることができて旨味もあり、かき揚げもごぼうの味がしっかりと香ばしく日々口の中で広がってきました。やっぱり別格、本当に別格でしたので、ローソンのお蕎麦はこちら神田松屋さん監修のかき揚げそばを代表として5点とさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。こ
今年もいろいろありましたが、来年もまたいろいろあると思います。それでも頑張っていきたいと思いますので、皆さん、いや、あの、この動画を見ている、ご覧になっているあなたも良いお年をお迎えください。それでは2021年最後の投演部をこれにて終演いたします。また来年もよろしくお願いしますね。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。